はい、どうも秘密結社フリーガム創始ハッチでございます。今回は POG2021 から22シーズンの、注目馬をチェックしていこうということで、種付け数の少なかった種牡馬たちの産駒たち、おおむね産駒数20頭未満の種牡馬の産駒たちをチェックしていこうという連続企画の第11弾、注目マイナー種牡馬11ということでですね、今回はヤマニンセラフィム産駒、ヨハネスブルグ産駒、ローエングリーン産駒、ロードアルティマ産駒、この4頭の種牡馬の産駒を合計5頭紹介していきたいと思います。比較的ね、今回の5頭は高齢の種牡馬、4頭の、種牡馬たちみんな高齢でね、実績のある種牡馬も多いです。ヨハネスブルグとかローエングリーンなんかは非常に産駒が結果を残している種牡馬ですし、ヤマニンセラフィムやロードアルティマだってこの年まで種牡馬を続けたってことはなかなかのもんなんですね。というわけでね、京成杯勝ち馬ヤマニンセラフィム、デビュー3連勝で重賞制覇、この勝った京成杯が同着だったんですね。それぞれその後ほぼ勝ちくらなかったんですけれども、ヤマニンセラフィムも、同着だったのが、お母さんがローマステーションの何だったっけあれ、いいや、そんな感じでね、ヤマニンセラフィム3区、ティフィンの19ボバですね、母父がトワイニング、近親にアルナスラインがいるという血統になります。そうなってくるとね、実はトワイニングの母がですね、コートリー D っていう馬なんですけれども、これがですね、ヤマニンセラフィムの母がヤマニンパラダイス阪神3歳牝馬ステークスを勝った馬なんですが、これのおばあちゃんがこのコートリー D なんですね。そうなってくると、この名品クロス 4×3 というね、インブリードが発生するということで、非常にヤマニンパラダイス自体良血と言われたその根幹のね、名品クロスが発生するということで、なかなか興味深い配合となります。近親アルナスラインと品系もしっかりした馬ですし、もともとね、この母のティフィンは、キャロットクラブで走っていて、ノーザンファームの馬で、そうなってくると、それで、未勝利を勝っただけというのと、3区もね、一応勝ち上がったりはしているんですけれども、ノーザンファームから放出されてしまって、キベファームさんというところで、このクロスを狙ってというか、こともあってかね、購買して、こういう名品クロスに挑戦してみたという形になっています。ですのでね、そこそこは期待できると思うんですけどね、ノーザンファームの育成で勝ち馬を出しているお母さんということもあって、期待をすることもできるとは思います。そして続いてヨハネスブルグ産駒ゴールデンオーラの19牝馬ですね。母の父がステイゴールド、お母さんの前傾にサンライズマックス、サンライズマックスもね、重賞3つぐらい勝ったんだっけな、デムーロがね、この飛行機ポーズ最初にやったのがこのサンライズマックスなわけですよ。そして、お母さんの、これも兄だったかな、ビッグロマンスもですね、全日本2歳優勝を制して、全日本2歳優勝って言われるとまた後かなっていう気はするんですけど、サンライズマックスは芝重賞勝ってますしね、芝でもダートでもいける品系、これは配合次第ってことだと思います。そして、今日お母さんの兄弟に重賞勝ち馬が複数いる、しかもビッグロマンスが全、ダートの2歳王者、2歳戦も走れる血統というふうには言えるわけですね。ヨハネスブルグ産駒自体ね、結構そうやってダートでも行けたり短距離でも行けたりという感じでね、仕上がりの早い傾向のある種牡馬ですし、これはね、血統背景としては面白いと思います。またデムーロのこういうの見たいですね、飛行機ポーズ。この画角だと見切れちゃってましたけど、そんな形でね、デムーロがやるところを見たいと、デムーロに頑張ってほしいという馬ですね。そしてローエングリーン産駒いきたいと思います。ローエングリーンはね、ローエングリーン自身はダービーをね、謎の除外というか抽選除外になって、結構ね、ローエングリーンばっか除外続きになって、加藤調教師がブチ切れたっていうね、話が残っててね、なんとかの殴る騎手とかね、あの辺のシリーズでね、こんなんやらせやろみたいなね、八百長やろみたいなブチ切り方をしてたみたいな描写があったのは、多分このローエングリーンのことだったと思います。これ3区でリベンジしましたね。ローエングリーンの代表産駒ロゴタイプは、2歳 G1、3歳クラシック、コバ G1 と全部勝った馬っていうのは実はロゴタイプしかいない。3歳クラシックって限定しちゃったけど、3歳 G1、 つまり NHK マイルカップとか秋華賞、NHK マイルカップですけど、まで対象に含めると、アドマイヤマーズが同じくね、2歳の世代限定、3歳の世代限定、そして
古馬世代の G1、まあ、勝ったのが3サイズですけどね、香港でみたいな形で全部勝ってるってことになるんですが、まあ、種牡馬としてそういった歴史的な名馬を出した。2歳 G1 勝って3歳 G1 勝って、あ、3歳児に G1 勝っただと有馬記念の成田ブライアンも入るのか、まあ、そんぐらいしかね達成してない、あの名種牡馬達成してない記録を出した名種牡馬ってことでね、ローエングリーン非常に期待されてですね、オメガセニョリーナの19牝馬ですね、母父アグネスタキオンなんですが、まあ、この馬の場合はですね、注目は武幸四郎厩舎ということでね、まあ、もちろん社内サラブレッドクラブさんで、募集される、そしてこれが実質最終世代、まあ、実は2020年生まれいるんですけど、2019年生まれ2018年の種付けを最後に社内ブルーグラスファームに移動してます。2020年ね3頭だけ種付けして、まあ功労馬としてね、なんかあの種付けしたそうにしてたからみたいなので、3頭だけ種付けして1頭だけ3区が次の世代も生まれてるんですが、まあ、一応営業用の種牡馬というかね、そういった形で種付けたくさんされたのはこの世代が最後、まあ、そして現役ローエングリーンの現役時代最後に何戦か連続で乗っていたのが武幸四郎という縁もありますから、まあ、クラブでまだ募集されている、そしてそういう縁のある厩舎に入ったというあたりで注目になると思います。そしてもう一頭、フレンチアイディアの19の方を紹介しておきましょう。母父がフレンチデピティの牝馬ですね。いとこにブゼットジョリーがいるという血統。ブゼットジョリーもまあローエングリーン3区で、新潟2歳ステークスを勝った馬なんですけども、ブゼットジョリーがね、まあ、あのもう母父サンデーなんで同血、同じ血統に当たるんですね、同じ配合。まあ、そういった意味で、近年の活躍馬の同血というところで注目に値すると思います。まあ、そしてね、これは迷いました。本当はだからロゴタイプの謹慎なんてのもいたりするんですけれども、ちょっと配合面で迷いがあったんで、まあ、あんまりね、こんだけしかあのサンクスいないのにたくさん紹介したら、そりゃ当たりもいるよということで、まあ、1種牡馬あたり紹介するの2頭にしとこうかなってところで、まあ、この辺にしておいて、まあ、ラスト、ロードアルティマ3区。マチルドの19、母父がアドマイアベガ、兄オールブラックスは、立冬ステークス2着ということで、まあ、立冬ステークス2着ってことはダートの短距離なんだよなと、まあ、ロードアルティマの3区傾向自体もそうだし、ロードアルティマの兄ゴーンウエストというあたりを考えても、ダートで短めの距離でっていう印象が非常に強い血統にはなってしまいますが、まあ、一応ねロードアルティマ3区の中では上も走っているしというようなことで、こちらもね注目対象にしてみました。まあ、ですのでね、こういった形で、まあ、両血種牡馬から、まあ、実績のある種牡馬の晩年まで4頭の種牡馬の3区5頭を紹介させていただきました。まあ、こういった形でね POG のチェックのシリーズもね今年もねちょっと多めにやっていこうと思ってますので、チャンネル登録の方ぜひよろしくお願いいたします。以上ハッチでした。